うね、もう意向じゃないですかね。なるほど、はい、山本さん、はい、審判部長の山本さん、その辺ですね、まあ、ある程度デスマッチ的な様相も見せているように見ていいんですか。お互いにね、もうおっと、届き突っ張り合いでね、もう勝負をつけるんだという感じでありますよね。あっと、ここでコングが打ち鳴らされました。あれ3度目ですからね。これはもうそうでしょうね。3度目の正直でありましょうか。ブッチャーが暴走、レフリーのミスター高橋の喉元に地獄突きを浴びせました。これにゴンを逃がしました。おっと、春高岩が飛び込んできた。ゴングが乱打されている中、今夜からテレビ登場、あの注目の春高岩が飛び込んでブッチャーに襲いかかります。山本さん、はい、これは坂口の援護射撃というよりはですね、やっちゃいますね、個人的にブッチャーに対するそうですね、はい、そういうことです。恨みつらみですね。これはね、もう黒人対白人というね、非常に根の深いものですよね。なるほど、この2人のあの構想というのは、そしてビッグファイトシリーズの頂点に立つ外人は自分であるという両者のプライドのぶつかり合いでしょうか。そうですね、まあ、あの外人の、ね、エース争いといいますかね、ドンは俺だというね、この争いですね、これは、うん、今夜からハルク・ホーガンがまさかり殺法、あのアックスボンバーを引っ提げて登場いたします。今夜メインイベントで藤波安組と対戦いたします。この強靭ハルク・ホーガンが飛び込んでまいりました。ブッチャーと早くも場外で乱撃戦、凄まじい一騎打ちになりました。リング上でうつくまっておりました坂口はやっと今中腰の体勢、血玉臭い流血戦の様相を見せておりました。この坂口対ブッチャーの沖縄決戦、太陽の島で血の洗礼を両者受けてしまいました。沖縄の海、ブルーのキャンバスに沈むのはどちらでありましょうか。注目の一戦でありましたが、結局これはブッチャーの反則によりまして5分48秒、坂口が流血の痛い反則勝ちを拾ったわけでありますが、まだブッチャーとハルク・ホーガンがリング下で揉み合っています。複雑な敵対関係を見せますが、見せながらこの後半のビッグファイトシリーズ、ハルク・ホーガンのこの新日プロマット参戦によりまして興奮のフィナーレを迎えようというところであります。ファイナルマッチは安井義明、そしてこのカメラが捉えております、若きヒーロー藤波辰巳、この若きエースのコンビがプレーボーイバディーローズ、そして今夜から登場の超人ハルク・ホーガン組と激突いたします。今夜のファイナルマッチ60分一本勝負であります。日本サイド若きエースのコンビ藤浪と八津が登っております。ご覧ください、超人ハルク・ホーガンの姿がひときわ目立っています。花道を埋め尽くしました。沖縄のファンの間にひときわこの大きなハルク・ホーガンの姿が映りました。日本風のハッピーを身につけました。アンダーリック1番と自分のキャッチフレーズを背中に留め抜きました超人ハルク・ホーガン、堂々の入場であります。さてここで再び82年のミスインターナショナル沖縄代表、さらには来年度のミスインターナショナル沖縄、さらに来年度の準ミスのお二人、4人によりまして花束が贈呈されたところであります。さあいよいよ興奮のフィナーレを迎えんとしております。太陽の島に吹き荒れる一大プロレスフィーバー最高潮であります。先ほどこの収容人員、今夜詰めかけましたお客様は正式に4200人と発表がありましたが、立ち見のお客さんを含めてさらには、二度目になりかけたお客様方が急遽その中に入り込んでまいりまして、5200人と発表が訂正になりました。超満員に膨れ上がって5200人、1000人も増えたということであります。超満員の大山体育館、安井義明に続いて藤浪辰巳がコールされています。さあ新日本プロレスの若きエースのコンビ、安井義明と藤浪辰巳がコールされています。さあ超人ハルク・ホーガンのパートナー、ブロンドヘアーのプレーボーイバディーローズ、いかにも人であります。堂々とこの快挙をご覧ください。超人ハルク・ホーガンです。ブロンドヘアーがなびいています。汗を流そう、激しい汗、ふらふらしい汗、あの新必殺兵器アックスボンバーマサカリ殺法で日本マットを震撼させました。藤波を恐怖の斧で KO したわけであります。その凄まじい爪痕を日本マットに残しまして、ホーガン疾風のごとく1000シリーズ去っていきました。そしていよいよその第2弾、また恐怖のワンシーンを日本マットで展開させてしまうのか、ハルク・ホーガンにご注目いただきたいと思います。桜井さん、はい、なんかこう日本マットで磨かれて威力を倍化させていっているようなこのホーガンですね。そうですね、元先発です。とにかくね、はい、今もう上昇気流の一途ですね、この人はね、来る限りね、そのすごい迫力を増してきますね、はい。
すごい投げ技ですよ。そうですね、投げにしました。何気ないボディスラムでありますが、デッドリードライブ2m1cm ハイアングルのデッドリードライブでやります。ハルコーガンと八津吉明のぶつかり合いになりました。立ち上がりからこのハルコーガンのパワーファイト、猛攻が炸裂しています。猪木欠場によりますルツ舞台の活躍、猪木の弁によりますと10年間自分が培ってきたものは全レスラーに受け継がれているであろう、そう猪木も語っておりましたが、ヤストフがどう活躍するか。カウンターの肘が待っていた。エルボーバット一戦バディーローズであります。山本さん、はい、何かホーガンのパートナーとなりまして、はい、このバディーローズも水を得た魚のような、はい、うまい動きをしますね。そういう、ね、相性ですかね。よくレスラーになるんですよね。なるほど。やっててもトムズ本当に実力がシングルであるんですよね。タッグだったらダメ、ところがですね、タッグ組んだら本当にもう今橋本さんおっしゃったように水を得たらね、あの男ですね、本当に力を十二分に発揮する人ですね。でも本当にこの人はそんな感じしますね。そうですね。さあ、そのバディーローズからハルコーガンにスイッチ。カウンターの肘が待っていた。あの恐怖のまさがり殺法、あのアクスボンバー、恐怖の斧が炸裂するかどうか。藤浪あるいは安、絶対にあの恐怖のまさがり殺法、アクスボンバーの餌食になってはいけません。藤浪戦シリーズ飛龍10番勝負におきまして、あのアクスボンバーの餌食になってしまいました。気力をなめてしまいました。今夜は何としてもその雪辱を果たしたいと語っておりましたコーナーの藤浪。やっというパートナーを得て、果たしてこのホーガン粉砕に乗り出すことができますかどうか。先ほど猪木情報でもお伝えしましたように、猪木は来週の水曜日19日の春日井大会からサーキット巡業には参加するということであります。さあ、その前に留守舞台、坂口あるいはこの藤浪が中心となりまして、この砲丸を粉砕することができますかどうか。藤浪連日今中に入りましたが、ニューウェーブ藤浪がニューエースとして必死の活躍を試みております。ブッチャー黒い軍団に対しまして、藤浪天中の椅子を振り上げて顔面を真っ赤に染めて、流血の中でアシュラの猛爆をこの藤浪は繰り返しております。桜井さん、はい、まあ、本当の意味でのヘビー級の証明、はい、そういった試合を藤浪連日展開していて、はい、これは評価できるんじゃないですか。そうですね、とにかくもうあの気力とですね、はい、それからその戦いぶりですね、この技のウエイトの乗せ方といいますかね、こういうものもあのヘビー級になってきていますね。そうですね、はい、おっと藤浪がホーガンに捕まるか。バディーローズが中に入ります。さあ、余裕を持った試合展開、ハルコーガン、そしてバディーローズ、コーガンの先導、うまいリードによりまして、このバディーローズもかなりの速い連携を使っています。さあ、藤浪がバディーローズに攻撃の勝利を絞るか、ロープに思い切って振ったが、バディーローズが、これはショルダータックルに変わっている、迎え撃つ藤浪、ドロップキック1センチ、突き上げるように、この分厚い胸、あるいは顎の先端のあたりにヒット、バディーローズも身軽にうまく体勢を入れ替えています。1956年ミネアポリス出身、レスリングに遭遇してからは後にミネソタの帝王と言われたあのバーンガニアに支持いたしまして頭角を現しました。このバディローズ、ジェシー・ベンチュラ、日本でもおなじみジェシー・ベンチュラ、あるいはロディ・パイパーらとの闘争は有名であります。山本さん、はい、まあ、バディローズは典型的なあんこ型と言ってもいいと思うんですが、はい、まあ、動きが速くてですね、非常にうるさい存在といいますか、ホーガンの火付け役になった時にですね、はい、うまくホーガンの動きをこのまた倍化させそうな感じですね。そうですね、どうしかというと今はアンコ型ですけどね、それにしてはなかなかスピードありますね、この人もどっかで見たことあるなと思ってですね、思い出したらね、昔言いましたリッパーコリンズっていうね、はい、選手にちょっと似てるんですね。あ、そうですか。やり方ですね、それでやっぱり体型のですね、こういう感じだったんですね、なかなか強かったんですよ、なるほど、はい、先ほどのスクッと起き上がって着地したあたり、はいはい、なかなか磨かりですね。磨かりですね、非常にね、ロックのいいね、最近このラップファイターがね、若いにいないですよ、ね、あ、そうですね、はい、で、まあ、あの AWA エリアで育った人ですけど、このハルコ・ホーガンもね、現在その AWA のですね、今月のレーティングスではもう第1位ですからね。そうですね、トップインクルに挑戦してですね、もう3番に1個位置につけてますね。そうですね、この辺り AWA コンビと言っていいんじゃないですかね。なるほど、はい、ですからもう気が合うんですね。2m1cm 147キロの人間爆弾、あのギロチンドロップを見舞うかに見舞いました。ホーガンでありますが、それはヤツがかわしています。しかし場外に転落、バディーローズがうまくこのヤツヨシアキを場外フェンスに叩きつけました。なかなかホーガンの補佐役を忠実に務めていますバディーローズ。リング内は2m1cm 147キロ、超人ハルコーガンが身構えています。藤浪が救援に駆けつけました。藤浪がうまくフォローに入っています。ヤツヨシアキが再びリング内、
新日本プロレスの核弾頭となっています。今シリーズ猪木哲夫の相田八千代明は新日本プロレスの核弾頭となりますかどうか。猪木の抜けた穴を暫定的に安が埋めるか、そして藤波が埋めるか。実戦実戦が安にとりましては大変な試練であります。同時に大変なチャンスでもあるわけであります。変わりましてリング内藤波と安から藤波に変わりまして、ホーガンと安の一騎打ち、正面から背負っての体勢になりましてはパワーではかないません。藤波が苦しそうです。さあ安がフォローに入りました。この辺は安もうまい。山本さん、はい、まあ、5月の9日佐賀スポーツセンターにおいて藤波ブッチャーの一騎打ちがあった、はい、反則とはいえ藤波は反則勝ちをですねブッチャーに収めた、はい、おっとクロスライン、まあ、10番勝負で敗れた藤波ブッチャーに反則勝ちをした、はい、勝ちは勝ち、自信になるんじゃないですか。いや、これはもう十分ありますよ、はい、もう内容もですね、一ところによるとですね、なかなかいい試合だったと、こういう情報入ってますからね。そうですね、はい、乱撃戦でブッチャーに一歩も引けを取りませんでした藤波。ヘビー級の証明、そういった意味でこの猪木が決勝をしている間、大いなるヘビー級としての自信、あるいは乱撃戦に強いという自信、そういったものをつけてもらいたい。順調であります藤波の動き、思い切って対角線にバディーローズを送りました。櫻井さん、はい、やはり60分一本勝負、はい、とりあえずはですね、ずるい考えかもしれませんが、バディーローズに攻撃の標準を絞って徹底的に痛めつける、これも作戦の一つじゃないかと思うんですが ね、 そうですね、まあ、このね、タッグ戦ではね、やはりちょっとフォーガンコーレスですね、まず勝っていくことを考えればね、これはもう徹底的にローズ狙いですね。そうですね、はい、さあ安がバディーローズを狙った、大きく飛びましたバディーローズの巨体、安が一過性に攻めて、安の動きもだいぶヘビー級らしくうまい動きを見せてまいりましたが、ヒロキンドロップはかわされています。山本さん、はい、新日本プロレスの核弾頭として連日メインイベンターを務める安、はい、安も心境著しいところあるんですがね。そうですね、もっともっとですね、なんですか、その後ずる賢いですね、作戦を自分で立ててですね、相手に向かっていけばですね、もっともっといい結果が生まれると思うんですよね。まあ、勝負の詰め、はい、あと一歩というところ、これはね、やむを得ないですけどね、甘いところありますが、はい、まあ、こういったフォーガンと真っ向からぶつかればですね、はい、こういった実戦でかなり自信がつきますよね。これはもうね、大変なもんですよ、まあ、間違って一発するようなことがありますと、これは大変なことですよね。そうですね、今ちょっと危なかったですね、腕をですね、逆に取られながら、ね、足を引っ掛けられて倒されたでしょう。こういうことをですね、フォーガンが覚えてきたということですね、怖いですね。まあ、櫻井さん、はい、先ほども言いましたように、このフォーガン、こういったうまいインサイドワーク、転にくいところはですね、はい、やはり新日本マットで猪木、あるいは一連の新日本軍団からも、かなりこれは影響を受けているところじゃないですか。そういうことですね、この人がね、初めてね、マイソンスクエアガードに出てきて、これは強烈。はい、見たんですがね、はい、その時はなんとまあぶつかるレスラーだろうと思ったんですがね、今このね、巨体でですね、これだけその技がシャープに切れて、動きのいいレスラーというのはちょっと類を見ないですね。そうですね、はい、しかし藤波が素晴らしいですよ、はい、そのホーガンに対しまして思い切って無防備になったホーガンの分厚い胸板、いや背中、腰骨のあたりに急降下爆弾ニードロップを落としました。ヘビー級らしいパワーを感じさせます藤波の連日の動きでありますが、思い切って無防備になったホーガンの分厚い腰骨のあたりに急降下の天柱のその急降下を落としました藤波でありますが、ホーガンはダメージがないのでしょうか。バディローズにスイッチしています。さあローズの猛攻だ、藤波の顔面にストンピング、この辺は思い切った動き、ローズもなかなか心にくい思い切った動きを見せますバディローズ。さあホーガンの忠実な補佐役を務めておりますバディローズであります。パイルドラ、おっとブレーンバスターの体勢だ、脳天砕きブレーンバスターに持っていった。山本さん、はい、ローズもなかなかハイアングルですね、やりますよね、今そのこの前のですねドロップキックなんかもなかなかですねいいですね、ね、黒い軍団の中に入りましてね、ちょっとそのやりにくいその感じだったんですがね、フォーガンが来てからですね本当に自分を出してきましたね。なるほど、はい、さあ藤波とローズの一騎打ち、うだるような暑さに見舞われておりますこの県立大野山体育館、特に強烈なテレビ照明によりまして、おっとロニークラッチホールド、しかし捉えている、強引に藤波が返していった、両足でよく捉えたんですよ今のは、両足でしかし切り返す、この辺がうまい、バディローズからホーガンにスイッチ、強烈なテレビ照明を浴びましてリング上あるいはリングサイドは40度近い温度の温度ではないでしょうか、凄まじい熱気であります。沖縄の灼熱の照りつける太陽の象徴的なこのテレビ照明、ブルーのキャンバスはブルーの大海原、果たして戦いの大海原どちらが制すでありましょうか、ジャ
ランピング2アタック、ハルク・ホーガン、藤波が小さく見えます。トップロープを駆使したロープワーク、思い切って藤波の体を軽々と持ち上げておいて、トップロープに喉元を直撃。さあ、ハルク・ホーガン、一連のパワーファイト、あの恐怖のまさかり殺法、アックスボンバーが怖いぞ。2人がかりでダブルトーキックだ。ダブルトーキックを浴びせました。スープラさん、非常に連携が取れています。特製のその特製のコンビかと思われましたが、このホーガンとローズ、非常にコンビネーション、連携がうまく取れております。ちなみに来週の戦いのポイントは5月の21日高松市民文化センターであります。この活躍しておりますハルク・ホーガン、今夜からテレビに登場いたしました。ホーガンと坂口誠二が一騎打ちをするという、そういった情報が入っております。坂口誠二とホーガン、日本アメリカのパワーの一騎打ち、猪木欠場の中で果たして坂口はこのホーガンを仕留めることが来週5月21日高松市民文化センターできるか、あるいはまたその高松ではブッチャー軍団を藤浪あるいはやつ、こういったところがどういう風に戦うか、どう対処するか、さらにはジュニアヘビー大戦争が竹縄であります。こういった意味で来週の戦いのポイント、5月21日高松市民文化センター、これも見逃せません。その1週間前のこの沖縄大会、いよいよ興奮のフィナーレを迎えておりますが、リング内はホーガンとやつ、山本さん、はい、徹底したコンビネーションで勝負してますね。外人さんはいいコンビですね。まあ、安藤波は連日のブッチャー軍団とのタッグでの戦いで、はい、かなり自信をつけて連携を駆使していて、まあ、乱撃戦でもブッチャー軍団に引けを取っていない、はい、まあ、そういった中でなぜ翻弄されてしまうのか、まあ、本当にこれはホーガン、ローズがうまいんでしょうかね。やっぱりうまいってことでしょうね。まさかここまでの連携いいと思わなかったですよ、うん、絶対にですね、離れちゃうと思ったんですよね。やはりね、もうホーガンのですね、はい、世界のトップランカーのね、その力と貫禄を見せてますね。そうですね。はい、北のショルダースルー、バディローズに待ったトップキック。これは日本サイド、日本サイドチャンスであります。さあ、ボディスラムの体勢だ。若きエース、安につないだ、安が急降下爆弾2ドロップ。トップロープからゆっくりと落下、安吉明。さあ、フロントからの取り投げ。藤浪、いや、安吉明の取り投げだ。決まるか、バディローズに決まるか。ホーガンが中に入った。恐るべきパワーの持ち主ホーガン、驚異的な技を見つけて、今の取り投げ良かったですよ。そうですね、安吉明の取り投げ、思い切ってホーガンに見舞うか。さあ、どうだ。ギロチンドロップ、安吉明、ホーガンを一過性に攻め立てる。安がホーガンを仕留めるか。思い切って身が回るところ、カウンターのキック。ホーガンの彫刻の美を連想させるような素晴らしいシェイプアップされた肉体、上半身が隆起している。ロープに飛ぶ、アックスボンバー、アックスボンバー、恐怖のまさかり殺法、恐怖のまさかり殺法が出た。ヤツがキャンバスに飛んだ。ヤツが沖縄の海に飛んだ。ヤツが沖縄の海に沈んでしまった。ブルーのキャンバスに沈んだヤツ、恐怖のまさかり殺法。アルク・ホーガン自信満々の表情、恐怖のまさかり殺法、恐怖の斧、あのアックスボンバーによりまして、安吉明を務めました。山本さん、はい、あのウェスタンラリアーズとは全く違う新技、はい、腕を鍵当たり曲げて相手に飛び込んでいく恐怖の殺法。おっと、ブッチャーも飛び込んできた。あれは恐怖ですね。安が餌食になってしまいましたね。そうですね、やっぱりですね、あれを食ってしまってますね、その安もですね、もうどうしようもないですね。そうですね、ちょっとあれですね、ブッチャーもまだ張り込んでますね。恐怖の黒い軍団、さっきの恨みということですね、これでもね、はい、SE ジョーンズあるいはブッチャーも入ってまいりました。桜井さん、はい、まあとにかくですね、はい、ホーガン、ブッチャー、はい、まあこういった複雑な敵対関係がですね、はい、ホーガンの3列によって生まれてしまった、はい、まあビッグファイトシリーズの後半戦、はい、来週の高松大会も含めて、はい、最終戦の大阪までですね、はい、何か後半の大詰め、全くわからない、混沌としてまいりましたね。もう大波乱含みと言っていいんじゃないですか。そうですね、とにかく毎日のようにね、こういうそのね、乱撃がね、繰り返されると思いますよ。そうですね、はい、まあ、猪木欠場、タイガーマッチの欠場、こういった波乱アクセントの中で、まあ、藤波、坂口、こういったところが一丸となっている舞台がブッチャー軍団に襲いかかっていった。しかしですね、ホーガンの3列によって櫻井さん、はい、局面が大きく変わって、はい、ブッチャー、ホーガンの敵対関係も生まれてしまった。そうですね、まあ、思ってもいなかったんですよね。とにかくね、外人の控え室がね、真っ二つに言われてしまいましたからね。そうですね、山本さん、はい、未だに盛り合っておりますが、一言いかがですか。そうですね、これは本当に控え室が3つも4つもこれ、まあ、必要としますね、やっぱりね、本当にね、市場が挟んでるっていう感じしますね。そうですね、はい、
どちらにしてもこのファイナルマッチタッグマッチは恐怖の斧、マサカリ割烹、アクスボンバー、アルフトーガンの筆頭。